車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは井村店長です。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら。はい、やってきました。カリナン。はい、あの最初にいいですか。何でしょう。飯村さん、振れ幅すごくないですか。そうですか。つい最近ご紹介させていただいたレンジ、はい、覚えてますか。はい、もうあれも足し算の究極系じゃないですか。かと思ったら、はい、今回ご紹介させていただくのって、はい、もう本当にすっきりシンプル。そうです。だからもう本当に足し算から引き算まで、そうです、いろんなバリエーションのをご紹介させていただいてますけど、はい、そんな中でも今回先ほども触れましたけど、うん、あの本当に引き算の、はい、本当に最低限の、そう、本当に最低限の、はい、カスタマイズでかっこよくなるんだぞっていう、はい、そんなカリナなんですけども、以前も黒いカリナご紹介させていただきましたよね。はい、何度か。はい、トリプル X の成さんの車とか、うんうんうん、で今回のはメタリックなんですね。メタリックですね。雰囲気全然違いますね。全然やっぱりその、まあ、肉眼だよね、余計ね、うん、ダイヤモンドブラック。まあでもほぼみんなダイヤモンドブラック。あ、ソリッドの方がやっぱり少数少ないでしょう、ね。まあ、そうですね、免停というか、うん、手入れの時点では、ね、うん、あの大変になっちゃいますよね、うん、あと外出した時にやっぱりメタリックだとだいぶ違うので、うんうんうん、で今回はしかもブラックバッチということで、はい、ブラックバッチです。各部最初から黒くなってる、はい、でプラスアルファやってあるんですよね。はい、ここの、まあ、縦フィン、これ今なんかオプションでね、ブラッククローム、え、できるんですか。できる。あ、できるんですか。できます。けどなってない個体が圧倒的に多いですよね。多いかもね、確かに、はいはい、うん、なんでこの車はなってなかったんで、メッキの状態だったんで、ここは今回ペイントでクロスブラックに塗ってあります。これ、パッと見ペイントってだいぶ大変そうに見えるんですけど、うん、大変なんですか。まあ、外すのがちょっと大変なだけで。バンパーごと。バンパー外さないとグリルが外せないん で、 で当然分解ですよね。そうです。これだから1枚に見えるものが実は2枚が重なってる。あ、そうなんですか。ので倍ある。へえ。というわけでここはグロスブラックですか。はい、グロスブラックです。で全部ペイントしてある。はい、はい、というわけでよく見ると、だからこのブラッククローム風のと若干質感違うけど、う、うん、まあ中に入っちゃってるんで一段へっこんでるんで、そうそうそう、まあ、逆にいいアクセントになってるかな、うん、はい、こんな感じ。これも結構ラッピングしたりとか。そうね、はい、ラッピングしたりとかっていうのもいろいろやり方あるんで、うん、ご相談いただけるといいんじゃないかな。はい、であとは本当にドシンプルです、ね、はい、ドスッピンです。あのエアロつけたりとかないです。しぼしぼ塗ったりとかないです。もうなし、はい、もう本当に純正のまんま。はい、全く。で今回プロテクションもなしです。なしなんですね、はい、というわけでじゃあ何をやったのよと、はい、もう飯村さんの膝のカスタマイズといえば、はいはい、足元全力投球なんで、はい、こちらです。はい、はい、来ました。まずちょっと足元の説明の前に、はい、僕の今日の格好を褒めてもらっていいですか。 HRE、はい、ちゃんと HRE の T シャツを着てきました。というわけで全然わかんないじゃん。ちょっと着てますよ、はい、というわけで、はい、今回もご紹介させていただくのは、はい、HRE の、はい、新作って言っていいですよね。はい、新作です、はい、こちらのディッシュのホイール、はい、ホイール名が L108M。はい、はい、というわけで去年の、うん、これオープンハウスでしたっけ。そう、オープンハウスで発表になってやっと入ってきた。だから出て1年経ってないし、しかもそこの時に注文入れてもなかなか製品化されて手元に届くのって時間がやっぱりかかるんで。そう、そこの時に注文したくるものが、はい、あ、その時注文したんだね。そうやっと、はい、やっとです。2024年になりまして、はい、ちゃんと装着した状態でご紹介させていただけると、はい、でこれまたすごいの来ましたね。まあもうロールス鉄板かなと。まあまあオープンハウスの時も白いカリナンにサテンブラックのこの L108M 履いて、まあ、反対ずつ2本ずつ、ね、はい、左右に違うの履いてましたね。履いてたので、はい、まあ本当に鉄板かなと。でまあ、ディッシュのデザインだし、センターキャップもね、ロールスのキャップがスローティングが移植できるんで。あ、これ純正のやつなんですか。そうです、このセンタープレートは HRE、はい、あ、これは HRE なんですね。なるほど。でこっちのフローティングの中身だけ。そう、中身はロールス、はい、純正流用と。だから今回はロールスだからこのタイミングで入ってるんです。 HRE のフローティングキャップを使う車、はいはい、例えばレンジローバーは、はいはHRE のフローティングキャップがまだできてないの で、うん、で今回はキャップいらないから、はい、ロース移植するからっていうことで先に出してもらった。ああ、そういうことなんですね。そうなの。というわけで今回はロールス純正が、はい、待ってれば HRE のフローティングタイプ、はい、
来る、後々来るかもしれない、うん、かもしれない、はい、そのメーカーに迷惑かけないように独自で作ってるんですよね。そういうことで、他のメーカーは結構ありもののやつで中身だけ変えたりとかするんで、やっぱりその辺ちゃんとしてるんで、はい、はい、こんな感じになってて、もう王道の王道中の王道かなか本当にラグジュアリー鉄板の、はい、ディッシュでも本当にレーシングなディッシュとか、うん、ラグジュアリーなディッシュあるけど、うん、本当にラグジュアリーのディッシュのホイール、そう、一応だから今回のこの L1 シリーズかに関しては21インチからの設定しかないし、はい、フローティングキャップの設定しかないんで、どちらかというと大型大きい車用のホイールになってると。であとはあのデザインもドシンプルっすね。そう、すごくすごくシンプルなホイール、ね、まあ、よく見るとこうコンケーブしてたりとか、うん、外側のこのスポークっていいの言っていいのかな、うんうんうん、この部分がちょっとこうラウンドしてたりとか、ね、ラウンドしてたりとかしますけど、うんうん、アメタンいかに複雑に削るかをもう競ってるこの時代に、うん、逆に超シンプルに仕上げてくると。はい、で今回このフィニッシュも絶妙っすね。そう、これがその今回ポリッシュドダーククリア、あのポリッシュした上にスモークみたいなイメージかなのフィニッシュなんですけども、むちゃくちゃ綺麗だよね。この曲面があんまりないホイールなんで、どうしてもそのムラが分かりやすいホイールのデザインなんですけど、まあすごくもうむちゃくちゃ綺麗。あのスモーク具合のムラだったりだとか全くない、まだらになってるとかほとんどない。そう、分からない、なんかミストが飛んだみたいな感じになるじゃん、はいはい、こういうフィニッシュって、はいはい、そういうのもない。で僕らあのいろんなホイール、まあ、アメタンに限らず見させてもらってますけど、うん、あのこのフィニッシュ仕上げの綺麗さって、うん、HR 結構群を抜いてるかなと、うん、特にあのマット系のやつだったりとか、うん、あとテクスチャー系なのかな、はいはいはい、ザラザラのやつ、はいはいはい、あれってちょっと独特っすよね、うん、そうね、あれ工場自社でやってるんですもんね。そうです、はい、というわけでこういうクオリティが、はいはい、実現してると。で、はい、あとは、まあ、毎回言ってるんですけど、うん、一見めちゃくちゃ重そうに見えるんですけど、はい、これ裏側めちゃ薄いですね。はい、薄いです、はいはい、すごいしっかり裏側までちゃんと HR 削り込んでると、はい、この辺はあのファクトリー行った時にお伝えしますもんね、うんうんうん、裏側もしっかり削ってますよということで、ね、まあ、やっぱり高いだけあると、はい、で一番最後になっちゃいましたけど、サイズの方が24インチということで、24インチです。カリナも鉄板サイズ、鉄板、うん、まあ、26もね、もちろん入らなくはないけれども、まあ、一般的普通に24かなと、うん、タイヤの選択肢も少なくなっちゃうと、そう、はい、うん、まあ、ペラペラになっちゃうね、バッチリかな、はい、そして今回タイヤが、はい、はい、やってきました、はい、アドバンスポーツ、アドバンスポーツ、はい、はい、これあの新しく追加されたやつですよね。そうです。でこれタイヤが今までブルデシャイン、うん、ベルデシテイン、うん、ほぼ一択だったじゃないですか、はい、そこに来てこのアドバンが選択できるようになったらめちゃくちゃいいなと思って、めちゃくちゃいいです。でなおかつ見た目全然違う、全然違う、そう、あの本当にホイール選びも重要ですけど、うん、タイヤ選びも同じぐらい重要ですよね。そう、あのサイドウォールのもう見た目も違うし、違う、組み合わせた時のこのフランジとこの一体感も、うん、タイヤそれぞれ違うじゃないですか、はい、でこのアドバンスポーツ厚みがあるというか、うんうん、しっかり感、うん、でなんかこう丸いよね、ここのサイドウォールなんかもしっかり丸く、そうそう、高級感というかしっかりしてる感じが、うん、はい、SUV のイメージめちゃくちゃ合ってる、うん、はい、すごくいいです。というわけで24インチ検討されている方は、はいはい、ぜひちょっと高い、あ、高い値段がねやっぱり、ちょそこで今田さんの名言入れてもらっていいですか。ちょっと、え、高いから買わないんだ高いから買う、はい、高いからむしろ買う、はい、買う、はい、というわけでしっかり、いやでも本当にそうだと思います、うん、そこでケチっちゃうとやっぱタイヤはねすごく大事なんでね、わ、はい、かります、はい、本物履いてても偽物に見えちゃったりとか、そう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 、これどこの国のタイヤですかっていうの履いてるのたまに海外とか見るじゃないですか、うん、がっかりしちゃうじゃないですか、うん、僕ら見てたりすると、だからそこはやっぱり消耗品でもしっかりしたものを選んでいただきたい、特にこの車なんで、はい、はい、というわけでこんな感じになって、はい、あとはローダウンは結構今回しっかりめにしっかりめに、はい、やってますね、はい、これはロアリングロッド、今回のはそうです、 IID のロアリングロッドで一番低い状態、まあ今乗降モードなんで車速が入るとここからピュッと上がっちゃうんですけども、下げれるだけ下げてる感じです。で毎回あのロアリングロッドってこう当然のように説明してますけど、うん、あの車高を見てる棒がついてるんですよね、はい、でその棒の長さを調整することによって、まあ、車の機能で上げたり下げたり、要は基準値ずらす部品で上げたり下げたりすると、はい、だからこれ調整もできるんですよね。できます、まあ、1回外して長さを変えてまたつける、はい、
ちょっと簡単にっていうわけいかないんで、うん、ご入稿いただいてるんですけど、まあ、微調整もできるということで、はい、この辺のエアサスの車お乗りの方はご相談いただけると、まあ、いろんな車ローダウンできますんで、はい、いいんじゃないかなと、うん、はい、でそのローダウンしたのに合わせて今回パツパツですね、はい、これがもうオーダーホイールのいいとこかな。そう、ね、まあ、カリナンはもう台数結構やってますし、あのいろんなパターンがあると思うんですけど、まあ、その通常の真ん中の走れる状態でつらっていうパターンもあれば、まあ、今回のように一番下乗降モードの状態でつらっていうパターンもあるし、まあ、どの道当たるはないんでね、うん、この車の場合は。で結構その乗降モードとノーマルモードの車高の差が割とある。まあ、25ミリか30ミリぐらい上がっちゃうんで、この状態でベータ上がってもフェンダーとの、当たるとかっていうことはまずない。あとどこに合わせるかで全然見た目違いますよね。そう、5ミリ10ミリの違いかもしれないですけど、うん、もう本当にそこでどこで合わせるかによって走ってる時止めてる時見た目全然違うんで、ぜひそこはその辺踏まえてご相談いただければ、飯村店長がミリ単位で、はい、オフセットを詰めますんで、はい、その辺もご相談いただけるんじゃないですか、はい、であとはカスタマイズ本当に何にもしてないんですよね。あ、ドアハンドルをね、ここもう鉄板、はい、これもねブラックバッジの方はもうみんなやるんじゃないかっていうね。ブラックバッジでもここだけメッキなんですね。そう、メッキで今回そのカリナンシリーズ2が発表になるんですけど、そのカリナンシリーズ2のブラックバッジは黒いそうです。あ、そうなんですか。最初からはい、あのうちで黒くしすぎたんじゃないですか。じゃあまた仕事を取られて、はいはい、需要は黒だからって、はい、あのシリーズ1の方でもじゃあラッピングすれば、はい、ラッピングのクオリティもちゃんと貼ればめちゃくちゃ高いですよね。めちゃくちゃ高いです。でやっぱりその光沢感のある、まあ、黒って言ってもそのグロスブラック の, あのシートで貼るのか、こういうそのちょっとこう光沢感のある、はい、塗装に近いシートでそう貼るのかっていうので結構変わってくるかなというふうに思うんですけど、まあ、今回の場合はそのただのグロスのベタ黒じゃなくて光沢感のある黒で貼ってると。いや本当に言われないと塗装と見間違えるぐらい。そうで、はい、中も貼ってるんで。あ、なるほど。この、ね、はいはい、この中がメッキなんで、はいはい、どうしてもここも貼ってるので、はい、まあ、全部バラして一旦ドアハンドルをは外して貼ってるという感じです。というわけで好きなくやったり、はい、あとここも貼ってあるんですか。そこも貼りました、はいはい。まあ、ここだけねいきなりバーンってメッキに残っちゃうんで。確かに、うん、というわけでここも黒くなって、はい、あともう二つあるんですよね、はい、車のポイントあるんですか。はい、はい、あのみんなあほぼ装着率 100% に近くな、はい、いやまあ、うん、装着率っていうのかな、施工率っていうのかな、施工、はい、オプション装着率。僕初めて見たかもしれないです。コーチラインなし。なし、はい、いやコーチラインなしめちゃくちゃかっこいいよ。でもみんな入れたいじゃないですか。入れたい。なんだったらあのロールスでなくても入れたいケースもあるじゃないですか。はい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 、それを今回潔くなし。コーチラインです。はい、いやむしろあの以前ご紹介させていただい いただいたあの黒いコーチラインもびっくりしましたけど。あ、黒いコーチラインね。はい、うん、今度はなしっていう。そうそうそう。まあ黒いコーチラインはすごく僕は個人的にかっこいいなと思います。なんでそこを見せるこう足し算にするのか引き算にするのか、うん、はい、うん、絶妙なところですけど、うん、今回はなしですっきりになってると、はい、そしてもう一個ポイントなのは、はい、なんと今回スガラス、はい、スケスケガラス、はいはい、というわけで中が丸見えです。丸見えです。これ中もかっこいいですね今回。中もかっこいい。だからこういう組み合わせだとどうしてもこの内装の色をピーって入れたくなる。なりますね。気持ちを抑えてです。抑えて、はい、あえて入れない。入れない、はい、はい、でこのスケスケのガラスで中を見えるようにする、はいはい、ブラインドもついてるんですもんね。ブラインドもついてます、はいはい、だまあなくても別に異常使いには困らない、うんうん、はい、特別支障はないかなというわけでこんな感じ、うん、めちゃくちゃおしゃれですね。めちゃくちゃおしゃれ。やっぱガラスが大きいじゃないこの車も、はいはい、この大きいガラスがクリアってすごくやっぱりインパクトがあるし、確かに、あの中が明るい、室内も明るく見えるし、かっこいいなと。今村さん数々いろんな車スガラスやってますからね。はい、はい、やってます。え、こんな車スガラスこの車スガラスあるの、はい、っても結構最近やらせてもらいましたけど、はいはい、そんなのもあるんで一緒にご相談いただけるといいんじゃないですか、はい、そしてあとは後ろは今回は投資です。ですよね。オフセットだけ変えて。あ、オフセット変えてるの。もちろん変えてます。はい、じゃローテーションはできない。できません、はいはい、ただサイズ的には同じ295、はいはい、でフェイスもほぼ一緒ですか。そうね、もしかしたら違うかもしれないですけど本当に目で見てわからないぐらいの、うんうん、はい、こんな感じで仕上げております、はい、で最後になりますけど、はい、あの今回改めてめちゃくちゃ勉強になりました。
なんかこうカッコつけて足し算でこうバキバキにするのもめちゃくちゃかっこいいと思うんですけど、はいはい、なんかカッコつけないとは言わないですけど、うん、なんか本当にさらっと、そうさらっと、はい、で車の雰囲気で分かったんですけど、あのもう本当に日常使いのお客様なんですね。そうです、はい、買い物行きますスーパーに、はい、ここ一番で乗る車でもないし、はい、逆に日常使いでこうバキバキにするのもまあかっこいいですけど、うん、じゃなくって、うん、本当に普段乗りで、うん、もう足元だけこうさらっと、はい、でも言ったら足元だってこれ言わなきゃ純正ホイールって、そうね、思う人もいるぐらいの絶妙なさじ加減じゃないですか、うんうん、けど僕ら詳しい人間だったりとか好きな人から見たら、あすごいの履いてるなっていう、うん、その絶妙なさじ加減ってなかなかこれロゴをね、ちっちゃいロゴを探してみない限り確かに確かに分からない、分からないですよ ね、うん、はい、なんでこういったもうさらっといじるなんていうのもできますので、はいはい、いろいろご相談いただけると、まだ引き出し大丈夫ですよね。全然大丈夫です、はい、いいんじゃないかと思います、はい、というわけで、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。